国際大学、日本初の大学院大学、講術、学内の公用語を英語にした、日本初の高等教育機関でもある。中山総平、経済同友会中心幹事が中心になり、土孔都市を、経団連第四代会長、長野茂雄、日本商工会議所、第十三代会頭、水上達造、日本貿易会第三代会長、佐々木正、 日本銀行第22大総裁など、政財界の有力者が、発起人となって1982年に開学した。経済4団体、経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、日本貿易会や、日本を代表する900社以上の有力企業の支援によって設立された経緯から、財界とは深いつながりがある。別名。 在海大学院と呼ばれる。学部がなく、大学院のみを設置する大学、大学院大学としては、日本初である。国際関係学研究科と、国際経営学研究科の2研究科の3科に、国際開発学、イドップ国際関係学、アープ公共経営、政策分析学、PMPP、国際経営学、MBA がある。 2018年9月からは、日本型開発学プログラム、JDP が新設される。このプログラムは、国際協力機構、JICA と共同運営され、国際社会の成長発展に資する人材の育成を目的とする。国際関係学研究科と、国際経営学研究科におかれ、国際開発学、または経営学の修士号を得られる。英語を 学内の公用語にした日本初の高等教育機関でもある。日本で初めて秋入学を採用した。見学の理念はウェアザワールドギャザース世界が集う場所。国際人要請を目的にした専門大学院の草分け的な存在として知られる。国際関係学研究科は世界の名門校の集まりである。 国際関係大学院協会に巡回員として加盟している。また、東京大学、一橋大学、政策研究大学院大学とともに、国際通貨基金、IMF 奨学金プログラムに基づき、アジア各国の大務省、中央銀行職員の学生の受け入れる指定校の一つである。国際経営学研究科、ビジネススクールは、例年、日本から唯一、 有力な経済週刊誌の英国エコノミスト誌で世界のトップスクールの100校中の1校にランクインしている各種調査においてアジアナンバー1のビジネススクールになることを目指しているまた2018年2月マネジメント教育の国際的な認証評価機関であるアテスビーインターナショナルより世界でも最高水準の教育を提供する教育機関として 認証を取得した。日本国内の大学では、慶応義塾大学大学院経営管理研究科、名古屋商科大学、立命館アジア太平洋大学に続き4校目。文部科学省は2014年9月、国際競争力の強化に取り組む大学を支援する、スーパーグローバル大学創生支援事業のグローバル経営型大学、全国24校に指定した。 約360人の学生のうち、日本国外からの留学生が大半を占め、日本人学生は約1割である。世界各国、主にアジア・アフリカから派遣された政府職員、日本での就職を目指す留学生、日本企業の派遣学生、国内留学生など、学生の経歴も多彩である。全寮制、学生が寮生活を通じて、 異なる宗教や文化的な背景を持つ人と深く関わることにより多文化状況に対応できる人格形成、ネットワーク構築を目指している。新潟県南魚沼市のキャンパスは欧米の短科大学院をモデルにしている。東京都港区六本木には東京事務所国際大学グローバルコミュニケーションセンターグラフムがある。 を取得できる。初代学長の大北三郎は、三つの特色を挙げている。大北は、このような環境の、か、国際的教養に裏付けられた、実務専門家を育てることを目指した。2018年7月現在、2018年7月現在、50音順、201年9月現在、50音順、国際大学、維持は、 世界が直面するグローバルな課題の実践的解決に貢献できるリーダーの育成を目的に1982年に日本で初めてすべての授業を英語で行う大学院大学として設立された。1976年財団法人国際大学設立準備財団設立発起人代表継承略肩書当時佐々木忠。 経済同友会代表幹事、土孔都夫、を、日本経済団体連合会会長、長野茂雄、日本商工会議所会頭、水上達造、日本貿易会,会会長、中山総平、日本工業銀行相談役。日本企業はこれまで多大な資金と技術を蓄えて、北が多様化する世界市場を攻略していくために必要なグローバル人材が、 圧倒的に不足している。国際大学を日本のグローバル人材育成の最重要拠点として企業と国の成長戦略に役立立ちたい。都の森正勝副理事長、当時学長の思いでご賛同いただいた企業とグローバル人材パーナーシップに関する覚書以下パートナーシップを締結している。50音順、2017年10月現在。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。